イスラエルってどんな国イスラエルは、中東の東端に位置する国で、地中海に面し、エジプト、ヨルダン、レバノン、シリアと国境を接しています。1948年に建国され、ユダヤ人国家として設立されました。首都はエルサレムで、テルアビブは経済と技術の中心地です。エルサレムはユダヤ教、キリスト教、イスラム教の三大宗教の聖地であり、嘆きの壁、聖墳母教会、 アルアクサモスクなどの重要な宗教施設が存在します。産業の面では、ハイテク産業が非常に発展しており、スタートアップネーションとして知られ、サイバーセキュリティ、医療技術、農業技術などで世界をリードしています。教育水準が高く、多くのノンベル賞受賞者を輩出しています。安全保障面では、長年にわたる周辺アラブ諸国との紛争やパレスチナ問題を抱えており、強力な軍事力と諜報機関を持っています。徴兵制があり、 男女共に兵役義務があります文化的には多様な移民の影響を受けており食文化や芸術音楽が豊かで多様です公用語はヘブライ語とアラビア語でヘブライ語は聖書の言語として復興され日常生活で広く使われていますイスラエルはまた砂漠の緑化や水資源の管理においても精神的な技術を開発しており限られた資源を効率的に利用するモデル国として注目されています